東京都江戸川区の東南部、新中川と旧江戸川とに挟まれた区域で、都営地下鉄新宿線水江駅の西側に位置する水江駅西部地区は、平成6年から土地区画整理事業が施行されました。土地区画整理事業は、公共施設と宅地を一体的に整備する事業です。事業によって水江駅周辺の土地の有効利用を進め、避難路の確保、交通の円滑な処理、安全で快適な歩行者空間の確保などを図ることで、水江駅西部地区は住みよい新しい街に生まれ変わりました。